池の浦しサイド駅は、かつて、三重県伊勢市二見町松下にあった、東海旅客鉄道三宮線の駅である。毎年夏季限定で開業していたが、2018年から営業休止となった。2016年の営業日数は4日で、計16本停車した。海水浴客の便宜を図って開業した駅であるが、駅前には、日型が存在するのみで、 最寄りの海水浴場、池の浦シーサイドパークまでは、徒歩で15分程度かかり、利用者のほとんどは、鉄道ファンであった。2020年3月14日に行われる、ダイヤ改正に合わせて廃止された。これにより、JR 東海館内から、臨時駅と駅名に、カタカナが2文字以上入っている駅が存在しなくなった。 1989年7月、池のうろみ水浴場への誘客を目指して、地元の二見町と池の浦観光協会の要望を受けて開業した。JR 東海が設置する臨時新駅は名古屋球場正門前駅に次ぐ2例目であった。当時、池のうろみ水浴場の利用客は4万人おり、東海旅客鉄道では1万人の利用を見込んでいた。 開業1年目の1989年は7月16日から8月31日まで営業し、名古屋からの臨時快速列車を含む1日33本が停車した。1990年には95日営業し、普通列車だけでなく快速、三重も停車し、海水浴客や潮光客が利用した。1995年には30日間に、 縮小したが、1日あたりの停車本数は上下線各9本ずつあった。しかし競合する海水浴場が増えたことや、周辺の保養所が減少したことを背景に利用者が減少。2002年には海水浴客はほとんどいなくなった。この頃には年間停車日数が10日前後になった。停車日数、本数が減少する中、二見町では、 駅の存続要望を続けてきた。それどころか通常駅への昇格も要望していた。市町村合併で、二見町が伊勢市となってからは当駅が話題に上ることはなくなり、伊勢市二見総合支所の担当者も廃止されてもやむを得ないと、朝日新聞にコメントしている。2008年時点で、東海旅客鉄道は、わずかながらも利用者はいるので、 当面廃止予定はないとしている。2016年の営業日は7月30日、7月31日、8月6日、8月7日の4日で、1日あたりの停車は列車に往復、すなわち年間の停車数は16本であった。2018年5月31日、JR 東海は2018年の営業は行わないと。 中日新聞により報道された。ピークの1991年には年間1599人の利用があったが、2017年は年間で64人程度まで利用客が減少し、今後の利用客の回復が見込めないためとしていた。伊勢市側も存続を求めていなかったため、2020年3月14日に行われるダイヤ改正に合わせて正式に廃止された。 2020年8月現在、ホーム及び駅手前の黄色の駅名標識は、現存しており、運転手が使うスタッフには当駅を示す、池の裏が残っている。単式ホーム一面一線を有する地上駅だった。長さ約60メートル、幅約2メートルあるホームだけを有し、ベンチや待合室はなかった。駅舎はなくホームを隔てたフェンスの向こうは海であった。 駅入り口付近には建物とベンチが長年手入れされない状態で放置されていたが現在は撤去されている。営業期間外にはホーム入り口がフェンスで閉ざされていた。駅の管理は伊勢市駅が行っていた。鉄道ファンには知られた場所で鉄道撮影に訪れるものも少なくない。 2016年7月30日の一番列車で池の浦シーサイド駅に降り立った清水博士によるとその時の降車客は20人弱で全員が鉄道ファンであり海水浴客はいなかったという三重県統計省によると年間の乗車辞任は以下の通りである近畿日本鉄道鳥羽線の池の浦駅は南に約 2km 離れているありがとうございます